ブリーチ DS はセガが発売したニンテンドー DS 用対戦型格闘ゲームのシリーズ。開発はトレジャー。漫画ブリーチを原作とした 2D 対戦格闘ゲームで最大4人同時対戦とニンテンドー DS のタッチスクリーンを利用したレイフデッキシステムが特徴。DS ワイヤレス通信のほか、ニンテンドー Wi-Fi コネクションでの対戦に対応している。 ブリーチ DS 装填にかける運命は2006年1月26日に発売された任天堂 DS 用ゲーム。屍魂改編が舞台。2008年5月22日に連価版が発売された。その英語名はブリーチザブレードオブフェイト。ブリーチ DS セカンドクロゴひらめくチンコンカは2007年2月15日に発売された任天堂 DS 用ゲーム。 シカバネ魂改編終了直後、市守たちが空座町に帰るまでの一週間を舞台としたオリジナルストーリー。前作のシステムを改良し、プレイヤーキャラクターとして山田花太郎や柴田祐一などを追加。2008年5月22日に連価版が発売された。その英語名は、ブリーチ・ダークソウルズ。ありがとうございます。